これより77685CN ハイライトコンポジットポータブルの組み立てを行います。お送りする際の箱はこのようになっています。箱から取り出すとこのようにパーツが出てきます。ポールがもうこれ組み立て上がってしまっていますが、本来はトップ、ミドル、ボトムと3つに分かれています。それを組み立て上がるとこのように1本のポールになります。細かいパーツはこのようになっています。取扱説明書の中にパーツ認識表があります。そこではイラストで、実寸のパーツが書かれていますので、一つ一つ見ながら数量を確認してください。細かいものが多いので組み立てる前にきちんと数量があるかを確認してください。まずポールの差し込みを行います。このように地面に向かってガンガンと叩きつけてください。ただし必ず地面にはこのように段ボールもしくは木片を引いてください。引かないで叩きつけるとポールの口が、潰れてしまいますので注意してください。叩きつけを終えるとこのシールと上のポールの間が大体4センチ以下になるまで叩きつけてください。上も同じです。まずはホイール部分の組み立てです。このようにホイールをホイールアクセルでつなげます。でその間にこのホイールブラケットを挟み込みます。で上からこのプッシュナットで固定します。きちんとハンマーで叩いて固定してください。ポールとタンクを接続します。その時に先ほど作ったこのタイヤホイールを使います。このホイールをタンクの下に差し込んでここにボルトを入れていきます。ボルトはこのように端っこともう片方も端っこに入れていきます。3つ穴がありますが真ん中は無視してください。次にポールとタンクを支えるストラットをつけていきます。この2本をまずはポールに固定していきます。ポールとストラットが固定されるとこのようになります。ナットの反対側こちらですね、これがぴったりとはまるぐらいまで、ボルトを締めてください。そして次はストラットとタンク側を固定していきます。ボルトを使って上から差し込み下からナットで固定をしていきます。次にリングの取り付けを行います。このボードのこの部分にリングの根元を取り付けていきます。リングを固定していきます。このように、ボードの表面からネジを通して裏面、マウンティングブラケットを置いてナットで固定していきます。マウンティングブラケットとリングの取り付けが終わるとこのようになります。だいたいボルトがナットから3ミリぐらい出るまで締め付けを行ってください。タンクとポールをつなげ、さらにゴールの組み立ても終わりましたので、それらをつなげていきます。マウンティングブラケットにボルトを通すとき、
この四角とボルトのこの根元の四角がきちんと合うように差し込んでください。ここの四角がきちんと合わないとこのように浮いてしまってリングがガタつくことがありますので気をつけてください。マウンティングブラケットにボルトを通すとき、この四角とボルトのこの根元の四角がきちんと合うように差し込んでください。ここの四角がきちんと合わないとこのように浮いてしまってリングがガタつくことがありますので気をつけてください。完成するとこのようになります。最後にタンクに水もしくは砂を入れて、倒れないようにしてください。使用する際は、横に倒して風などで倒れないように気をつけてください。True to the game. Spalding.